生所も、うん、あの、カジさんって、僕と一緒の養成所、そう。その、行ってる養成所が一緒ですもんね。うんうんねうん、あの、だから、僕、それ調べて、養成所、うん、あ、この人はここに行ってるっつって、体験入学して。そんなに、そうなんです実は。だったんだね。そうなんです、ここだけ。そう、ここだけの話、本当に、いやいや。大好きなんです。本当。もっと早く言ってくれれば、俺もなんか、もっと面倒見たよ。お肉食べに行こうね。ぜひぜひ、ほんと緊張して食欲がなくなる可能性が。そうだろ。連れてったら食べてくれよ。食べます、食べます。もちろんです、もちろんです。そっかそっか。いや、なんか、でもね、早いタイミングで連絡先は、なんか、聞いてもいいですかって交換した覚えはあるけど、はい、なんかそれっきり対して連絡も来ないし。連絡したら、もしかしたら、嫌われるんじゃないか。こんな手軽なことで連絡したら僕は、山下くん、そんなだったのね。そうだったんです。いや、嬉しいです。はい。いや、本当に。いや、これからもよろしくお願いします。そんなもう、僕の個人的な今、ラジオになってしまっているんですけど。いや、こんなね、そんなね、カズさんとはね、あの、今一緒にもう、ヒロアカで、はい、そうですね。ご一緒させていただいて、うん、今からはね、もう本当、今のことは、忘れて。